ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はハロウィン福袋2023の中に入っています新英傑真田昌幸についてですね、技能検証をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、ステータスの方から軽く見ていきたいと思います。こちらですね、右側がですね信頼度レベル10の状態で、左側が信頼度レベル20の状態で出しております。真田昌幸コスト8の金枠ですね。職業の方が忍者の術人になります。武器種の方が懐剣ですね。信頼度レベル20の状態でですね、生命が 33,102、 気合の方が 19,136 ですね。まあ至って普通ですね。他のステータスに関しましてはですね、もうパッと見ですね、知力と風属性ですね、まあ、知力に関しましてはですね、全英傑第5位となっております。風属性の方がですね、全英傑こちらも第5位という形になっておりますので、まあ、ぶっ飛んでですね高いステータスがあるというわけではないですけど、まあ、絆を結ぶ場合はですね、まあ、知力か風属性、この2箇所がいいんじゃないでしょうか。そして過信とね、育成技能のが3つですね。まず1つ目が知力上昇レベル5、そして2つ目が風属性上昇率向上レベル3、そして3つ目がですね知力上昇率向上レベル1ということでですね、まあ、知力上昇系が2つと、まあ、風属性上昇率、まあどうすか、まあ知力が上がりつつ、まあ風属性も上がるということで、まあ知力の高い家臣を作る場合はですね、結構いいんじゃないでしょうか。続きまして英傑人法因子ですね、こちらも3つあります。まずは忍術ですね、そして2つ目がですね知性、3つ目がですね世渡り上手ということで、まあ、限界突破2までするとですね知性が出て、まあ、信頼度レベル20まで上げると世渡り上手が出るということになりますので、まあ、普段のですね英傑だとですね限界突破2以上しないとですね2つ目が出せないということなんですけど、この真田昌幸はですね一応、まあ、信頼度レベル20まで上げると、まあ、因子2つ出せると。また限界突破2以上にするとですね、一応知性というのも出てきますので、この真田昌幸知力そこそこ高いんでですね、まあ、知性と世渡り上手、この因子なかなか使えそうなんでですね、まあ、単品で使っても使えないことないかなという感じなんで、まあ、なかなかいい因子なんじゃないでしょうか。そして小遊戯の脳ですね、吸血変異の術ということで、必要気合の方がですね 3,444、 こちらはですね最大気合の 20% となっております。なのでまあ普通に戦ってる分でおいてはですね、まあ、ガス欠の心配はないかなと。そして必要アイテムもなしということなので、まあ家臣で作った場合、まあ、武器は何でもいいという形でございます。そして気になる内容の方がですね、敵単体と敵全体に風属性術攻撃、吸血鬼種族全体に追加ダメージ、敵全体の種族を吸血鬼に変更する、プラスここには書いてないんですけど、術を打った時にですね、まあ、吸収自身の生命回復とですね、プラス自身にですね死傷チリ状態軽減結界とは別にですね、まあ、術ダメージを軽減できる、まあ、結界ではないですけど、まあ、この状態を付与できると、まあ、新しいマークできてるんですけど、それも自身につけれるという形でございます。なのでまあ一発ずつと6役ですかね、まあ、単体術打って全体術打って、なおかつ吸血鬼に変更しつつ、吸血鬼にはダメージアップして、なおかつ吸収で自身が回復できて、まあ術耐性がアップする死傷地位状態もつけれるということで、まあ、すごいいっぱいあるんですけど、まあダメージの方とですね、まあ吸血鬼に変更して、まあ吸血鬼になったらどれぐらいダメージが出るのかと、あとは戦闘開始後の黄色三角ですね、まあ黄色三角をつけると、まあダメージどれぐらい出るのかというのをですね、ちょっと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ検証はですね、天下武器大会の鬼のごとくでやっていきたいと思います。まずはですね、まあ行動設定ですね、まあ術人になりますので、まあ術人あんまり入れるのがなかったですね。まあ原殺ですね、まあ、術軽減結界を入れておいて、これ半自動になりますので、これでかいですね。あとはですね、まあ、
存命術極秘と回避術極秘とかね、術には入れとかないといけないので、2個1ないんでですね、うん。まあこんな感じでやっていきたいと思います。それでは GO ということで、開幕ウエイトの方がですね、車係の陣、まあ緑三角があればですね、ウエイト1ですね。そしてバーも短い。さあダメージの方が、1体にですね、57,93、残り6体がですね、18,800ぐらいですか。これかなり強いですね。まあ単体にいきなり5万出せて、残りが18,800。これ信頼度レベル10の状態で、知力が2573の状態でやってるので、かなりダメージ出てるんじゃないでしょうか。あと忘れてましたね。敵全体に逆緑三角レベル2でついてますね。これもでかいと思います。なおかつ種族が吸血鬼に変更されております。さあ、吸血鬼にした場合のダメージの方がですね、単体に54,800、そして残り6体がですね、22,500ぐらいですかね。なのでまあ単体の方は4000ぐらいアップして、全体の方は4000アップしてないですね、3800ぐらい。まあパッと見の計算で言うとですね、まあ全体が約 1.2 倍、まあ 20% アップぐらいになってるのかなと。そして単体の方はですね、 20% アップすると5万が 20%、 まあ6万以上出ないとおかしいんですけど、まあ54,800ということなので、まあ、まず全体の 18,800 に 20% アップと、まあ、別の単体の 32,000 分に関しましてはですね、ちょっとダメ 1.2 倍、まあ、倍率乗ってない可能性ありますね。まあ、ここも 1.2 倍になるとですね、まあ、とんでもないダメージ出そうなんで、そこら辺はちょっと抑えられてるのかなという感じでございます。ただまあ信頼度レベル10の状態で知力2573でこのダメージですから、かなり強いですね。あと死傷チリ状態もついてますね。攻撃術ダメージ軽減って書いておりますので、術にも強いということで、あとはですね、開幕ウェイトが1で、もうバーが短い、これがストレスなくですね、まあ、雑魚狩りとかでも持ってこいみたいな感じの英傑になるんじゃないでしょうか。まあ、ドキン的にはですね、かなりの好印象でございました。続きましてですね、この真田昌幸、まあ、ハロウィン福袋の吸血鬼ということでですね、まあ、固有技能を打った後、まあ、敵から吸収、まあ、生命回復もできるということなので、まあ、一体どれぐらい吸収できるのかというのも見ていきたいと思います。まあ、術軽減もできて吸収もできたらかなり生き延びそうですね。ちょっと飛ばします。さあ吸収の方はどれぐらいかと見ていきたいと思います。さあダメージの方が単体に4万7000ぐらい与えて、自分の回復がですね、まあ、4553ですね。まあ、大体1割、まあ、10% ですね。まあ、単体に与えたダメージの、まあ、10% ぐらい回復できるんじゃないかなと思います。続きましてはですね、まあ、これが一番大事かもしれないですね。まあ、戦闘開始後の黄色三角ですね。まあ、あのちゃんと小松姫とか最近出た細川藤高みたいに、まあ、ダメージアップするのかというのを見ていきたいと思いますので、まずはですね、軍学の流派で 60% つけます。黄色三角ですね。でドキンの知力をですね、戦闘時5000ちょうどに合わせておりますので、まあ、5000×60%、まあ、0.6 は3000という数値が出てきますので、まあ、知力を3000上げるとですね、まあ、どれぐらいダメージが上がるのかというのを見てですね、まあ、知力1につき、まあ、どれぐらいダメージがアップしているのかというのを見ていきたいと思います。さあいきます。まあ、やはり本当やっぱウエイト1でバー短いっていうのがかなりいいですよね。さあ流派でですね、60%、まあ、知力3000の黄色三角をつけます。さあダメージの方を見ていきたいと思います。さあどうだ。単体にですね、まあ、86,800 ぐらいですか。そして残り6体がですね、まあ、36,800 ぐらい。これかなりいい数値になってますね。まあ、知力を3000上げると、まあ、単体は36,000ぐらいダメージがあって、まあ、全体はですね、18,000ぐらいダメージが上がってるという数値になりました。そして吸血鬼後に変更してですね、ダメージも見ていきたいと思います。まあ、固定値の4000ならそんなにダメージ上がらないですけど、あ、ちゃんとあの倍率で上がってますね。単体に93,265、残り6体がですね、
まあ、4万3000台もありますけど、大体まあ4万4100ぐらいですかね。まあ、こういった数値になりました。ただまあ単体の方が思ったより倍率的には上がってませんので、ダメージの方が。まあこれちょっと下の表を見てほしいんですけど、下から2番目ですね。まあ最初が単体86,800、全体が36,800なので、それ引き算するとまあ単体5万なんですよね。で、吸血鬼後にですね、93,300だったので、まあ、93,300引く5万すると、まあ、43,300、ちょうど全体分が乗ったぐらいな感じになりますので、まあ、やはりですね、まあ、単体におきましてはですね、まあ、吸血鬼にしても、まあ、1.2倍、まあ、20% アップは乗ってないという感じですね。それではここからはですね、毎度おなじみ、ドキドキン算数の時間でございます。まずは単体の方から見ていきたいと思います。まずはですね、信頼度レベル10の、まあ、知力2573からですね、まあ、知力3000アップして5573まで上げたダメージの方が86,800でございました。そして素のダメージですね、知力2573のダメージの方が58,000ということで、これ引き算するとですね、36,000という数値出てきます。そしてその上がった36,000をですね、上げた知力3000なので、それを割り算するとですね、12という数値が出てきます。なのでですね、この真田昌幸、まあ、単体術ですね、知力1につきですね、まあ、約12ダメージアップするという形になりました。全体の方も見ていきたいと思います。まあ、知力3000上げた時のダメージが36,800ですね。そして素のダメージが18,800でしたので、それ引き算すると18,000という数値出てきます。その上がったダメージ18,000をですね、上げた知力3000で割り算するとですね、6という数値が出てきました。なので全体に関しましてはですね、知力1につき、まあ、大体6ぐらいダメージがアップするという形になります。また単体に関しましてはですね、まあ、1力1につき12と言いましたけど、まあ、厳密に言うと、まあ、全体で6上がって、単体で6上がって、まあ、合計12上がっているという形でございます。まあ、この数値の伸び率はですね、もう皆さん安心してください。まあ、小松姫とかですね、最近出た細川藤高とかですね、まあ、武田信玄野望みたいな、同様にですね、同じぐらいの数値でダメージ伸びておりますので、まあ、戦闘開始後の黄色三角とかですね、まあ、知力の高い家臣を、まあ、この真田昌幸で作ればですね、かなりダメージ出るんじゃないかなと思います。またですね、まあ、吸血変更後のダメージアップも見ておきたいと思います。ちょっとあの表が見づらいかもしれませんけど、まあ、下の黄色い文字の方をちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、最初素のダメージですよね、まあ、単体が5万800、そして全体が18,800ということだったので、まあ、実際的の単体はですね、まあ、5800-18,800はですね、まあ、32,000ですね、まあ、32,000と全体の18,800が乗って、合計まあ5800出てたという感じですね。そしてそこからですね、吸血鬼、まあ、変更後ですね、まあ、全体がですね、18,800から、まあ、22,500に上がったんですよね。だからまあ 1.2 倍かなという話だったんですけど、まあ、単体から5800から54,800っていうのが全然 1.2 倍じゃないんですよね。もう6万超えておかないとおかしいなということなんで、固定値かみたいな話だったんですけど、まあ、戦闘後黄色三角でですね、知力3000アップした時のダメージの方がですね、まあ、単体に86,800、全体に36,800でしたので、まあ、86,800引く36,800はまあちょうど5万ですね、まあ、単体が5万出てたと。そして全体が36,800で、まあ、合計単体、まあ、86,800出てたんですけど、まあ、36,800からですね、まあ、吸血鬼変更後ですね、まあ、44,100に上がったと。まあ、36,800×1.2 が、まあ、44,160ですか、まあ、大体 1.2 倍になってるんですよね。そうやって考えるとですね、まあ、どうも単体の方は吸血鬼の、まあ、20% アップが乗ってないんじゃないかなと、まあ、計算するとですね、まあ、上の右の表なんですけど、単体の32,000の数値は変わらずですね、まあ、吸血鬼にした22,500を足すとですね、まあ、54,500、まあ、実際が54,800などで、まあ、300の差ぐらいですね。そして知力3000アップした時がですね、まあ、単体の5万変わらず、
そして吸血鬼後変更した 44,100 を足し算するとですね、まあ、94,100 という数字が出ましたので、まあ、実際は 93,300 でしたけど、まあ、ここぐらいの数字が高くなるとですね、まあ、プラスマイナス1000は出てくると思いますので、まあ、間違いはないんじゃないかなと思います。続きましてですね、まあ、数値は分かったと。ただ、まあ、小松姫と比べたら、まあ、どれぐらい強いのか弱いのか、そこが知りたいという方も多いんじゃないかなと思いますので、まあ、ドキンのですね、英傑の小松姫が知力3068ですね。3068。そしてですね、真田昌幸ですね。そちらがですね、信頼度レベル10の状態でですね、2573、まあ、約だいたい知力500の差ですね。まあ、真田昌幸の方が知力500低いので、まあ、先ほど計算した通り、まあ、知力1につきダメージ6違いますので、まあ、3000ぐらい低ければ、まあ、小松姫と同じぐらいと思っていただければいいんじゃないかなと思いますので、まあ、この状態でですね、まあ、小松姫と真田昌幸のダメージ見ていきたいと思います。まあ、技能的にまあちょっと違うこともありますけどね、まあ、小松姫は小松姫で術耐性、物理耐性が20発つけれるとかですね、そういうことありますけど、まあ、ダメージを見ていきたいと思います。まあ、開幕のウエイトもですね、今回の真田昌幸はですねウエイト1でいけますので、小松姫がウエイト2なので、まあ、ここでも少し差ありますね。さあ、ダメージの方がまあ5万の1万8800ぐらいですね。さあ、この信頼度レベル10の真田昌幸より、まあ、知力が500高い小松姫のダメージ見ていきたいと思います。まあ、どれぐらいですかね、まあ、5万2800の1万8900ぐらいということなので、まあ、大体同じぐらいですよね。ただ、まあ、真田昌幸の知力500低くてこのダメージなので、素のダメージからですね、まあ、小松姫よりかなり強いと。また吸血鬼にするとですね、さらに真田昌幸はですね全体に限り 1.2倍、まあ、20% アップもついているという形になりますので、まあ、ダメージだけ見るとですねかなり強いんじゃないかなと思います。それではラストにですね、この信頼度レベル10の真田昌幸で、まあ、最大ダメージ、まあ、黄色三角をつけたりしてですね、最大ダメージで、まあ、天下武器大会鬼のごとく、まあ、アタッカー1でいけるのかというのを見ていきたいと思います。まあ、武田信玄でですね1分しびれてる間に、まあ、倒せるか倒せないかという形ですね。いや、でもですね、今回この真田昌幸、まあ、開幕がウエイト1で、まあ、バーが短いっていうのがかなり好印象ですね。で、気合消費の方も最大気合の 20% なんで、うん、まあ、ベースあればほぼガス消すはないでしょうね。さあ、これでですね、信頼度レベル20の黄色三角キャップまで届きます。まあ、吸血鬼にして、まあ、黄色三角でキャップまでダメージ上がると、まあ、1体に20万で全体10万ですか。まあ、星雲の体もつけてみましたけど、まあ、ここダメージ変わらなかったですね。ただ、まあ、何がすごいかというと、これ信頼度レベル10で知力2573なんですよ。まあ、家臣でですね、まあ、知力4000とか5000とか、まあ、8000作れればかなりダメージ出るんじゃないかなと思います。まあ、こんな話してたらですね、もうバーが短いので時間効率もいいですね。まあ、神のごとくではわからないですけど、鬼のごとくであれば、まあ、一瞬でアタッカー維持で終わるという形でございました。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ドキンの総評をいたしますと、まあ、真田昌幸コスト8の金枠、まあ、術人ですね。そして信頼度レベル10の状態で、まあ、知力2573の状態で、まあ、ダメージの方が単体5万800で全体が1万8800ぐらい出せるんじゃないかなと。そして、吸血鬼変更にしてですね、まあ、変更後、まあ、全体のみ、まあ、ダメージが 20% アップするんじゃないかなと思います。そしてもちろんですね、戦闘後黄色三角ですね、まあ、つけるとダメージ上がります。まあ、知力1につき、まあ、単体で12、まあ、全体で6ぐらいダメージアップするんじゃないかなと思います。まあ、このダメージ伸び率はですね、まあ、小松姫とか最近出てる、細川藤孝と同様の伸び率となっております。そしてプラスですね、まあ、自身の、まあ、吸収ですね、まあ、単体で、まあ、ダメージの、まあ、10% ぐらい回復するんじゃないかなと思います。そして開幕のウエイトはですね、車係の陣があればですね、ウエイト1で発射できると。
またあのバーも短い、まあ、これも大事ですよ。書いてないですけど、まあ、時間効率的に言うとですね、もうシャシャンしてほしい時に、まあ、バー短いっていうのが結構でかいですね。プラスですね、全体にレベル2の、まあ、緑逆三角もこれほぼ入ってましたね。結構レジられない感じで結構入りやすいですね。プラス、自身に支障チリ状態、こちらはですね術ダメージ軽減になる、まあ、軽減結界とは別にですね新しくできたやつなんですけど、術軽減も自身は、ね、ダメージ軽減できるということで、まあ、結構いろんな、ね、効果あるんですけど、まあ、きちんとダメージも出せて、なおかつ、まあ、吸血鬼変更後、まあ、さらにダメージが伸びてみたいな感じですね。そしてウエイト1でいけてバーも短い、まあ、自分は少し回復できて敵全体に緑三角、そして術耐性もアップするという形で、この真田昌幸、まあ、今回かなり強いんじゃないかなと思います。まあ、もしですね、まあ、全体英傑で強い英傑を持っておられない方にとってはですね、まあ、ドキン的にはですねかなりおすすめしたい英傑と思います。まあ光栄の回しもんじゃないですけど、まあ、ただですね、まあ、ハロウィン福袋2023、まあ、お一つ4000コインするんですけど、まあ、4000コイン出せばですね、必ず、まあ、こちら選べば取れますので、まあ、普段ガチャでするときではですね、まあ、4000コインで10連、まあ、20連しても出ないとき出ないので、まあ、こちらは4000コインで必ずゲットできるということもありますので、まあ、取っておいて損はしないんじゃないかなと思います。あと、まあ、過信投影育成技能のも知力が2つ続いて、まあ、ちょっと風属性はいるかどうかわからないですけど、まあ、知力の高い過信を作る場合でも使えますし、まあ、英傑人法の方もですね、まあ、3つあるということで、まあ、限界突破2以上しないとですね、知性は出てこないんですけど、信頼度レベル20にすると、世当たり上手出せますので、まあ、一応2つ出せますので、まあ、悪くはないかなという感じでございます。またまあ小松姫持ってるけど、まあ2体目の全体としてですね、まあ取っておいても全然使えると思います。ただですね、まあ職業が術人ということで、まあ陰陽ではないので、敵にですね軽減結界がある時だけですねダメージが通らないですよね。まあその時は軍学で崩落したりして、まあ、敵の軽減結界を消さないとこれぐらいのダメージが出ないので、まあ、半減されちゃうんでですね、そこだけはちょっと注意が必要かなと思います。ただまあ術人なんでこいつ自身にも軽減結界ありますので、半自動で、まあ、そこはまあ過信上乱とかでも、まあ、入れておきたいですね。術軽減結界ないと術痛いんでですね。あとはですね、まあちょっといやらしい話になるんですけど、まああんまり褒めすぎると、まあ課金推薦してんだろうみたいな話になっちゃうかもしれないですけど、やっぱ強くていい英傑はやっぱいいって言いたいので、まあ、今回この真田昌幸は大当たりと思います。ただまあ本当の注意点としたらですね、もう相手に術軽減結界があるのとですね、まあ、相手を吸血鬼に変更にいたしますので、まあ、吸血鬼にするとですね、まあキャラクターの P のダメージが下がっちゃうとか、まあダメージ上がりにくくなるとかなればですね、ちょっとそこは問題が出てくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、全体的に見てかなりいい英傑だと思いました。ということでですね、今回はですね、ハロウィン福袋2023の中に入っています新英傑真田昌幸のですね、技能検証でございました。この動画がですね、少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキン。